はい、今日も始まりました御殿場人意味チャンネルの時間です。今日も30分お付き合いの方お願いいたします。で、今日はまた2人だけで進めていくんですけども、この1週間人意味でいろいろいろんなことがありましたので、また人意味の話題で今日もお伝えしてまいります。よろしくお願いします。はい、ということで今日は冷たい雨が降っておりますが、もう桜も終わりかけかな。そうですね、だいぶ散りましたね、うん、でもまだね、城山ねピンクで下で桜とかが残ってるから、うん、まだなんか綺麗な感じが残ってるんですけど、かなりやっぱり散ってきましたね、耳の方もね、うん、はい、でもう最後の雨かなというところなんですけど、今日はちょっと寒いです。昨日はまあいい天気だったんですけどね、はい、今日はちょっと寒い一日になっております。はい、でまず最初の話題なんですけど、今日はあれですね、4月4日の土曜日、ついこの間の土曜日ですけども、先週の土曜日か、まだ1週間経ってないんですね、その話題が中心になるんですけど、まず御殿町でですね、写真教室を、やりました。一眼レフを始めたばっかりの、カメラ女子向けの御殿町写真教室ということで、フォトロブの高津さんの協力をいただきまして、行っております。まずその話題の方からお伝えしてまいります。じゃあ VTR の方を用意してますので、ちょっと見ながら行きたいと思います。はい、この内蔵のスタジオのすぐ横ですね、そこでまず集まっていただいて、今ちょっと映ってたのは高橋さんが i チャンネルの取材を受けているところなんですけど、今回集まったのは3人の女性の方で、皆さん一眼レフカメラ、持たれてます。まあ、まだね、始めたばっかりという初心者の方なんですけど、まずうちのお店の前で、から始まってですね、これから三味線横丁とかこの辺りを歩きながら、いろいろ撮って回るというような企画でした。ちょうどね、この日は、3、4、5とガイドの会の皆さん中心に、おひな祭りのね、一月遅れ のおひな祭りということで、まだひな人形なんか出したり、してあって、松葉とか、あと元大阪屋旅館さんもこう入れたんでね、真ん中の方でもちょっと撮影の方をさせていただきました。皆さんちょっと真剣にですね、高橋さんのレクチャーを受けながら、いろいろ撮っておられます。はい、ちょっとね、なかなかこういう古いね、古民家の中で撮るというようなこともなかったので、みんな楽しかったみたいですよ。いろいろね、光の具合、逆光の場合だったらこう撮ったらいいよとか、いろいろ教えてもらいながら、これ松葉の前でねで、お店に帰ってきたら、ちょっとね、大きいモニターが、この日ちょっとケーブルがマックとつなぐことできなかったので、高橋さんのマックを使って、今日撮ってきた写真をまた、今日は本当にすごく素敵な場所 で、はい、撮影できたので、もっとこう勉強しながらゆっくり時間をかけてもっともっと学びたいなと思ったんですけど、本当にこういう企画をしていただきましたよ、ありがとうございます。まず思ったのが、新見にこんなところがあったんだなっていう、新しいものを見つけれたのが良かったかなと思います。今日は初めて参加させていただいたんですけど、カメラがこんなに奥深くて楽しいとは思ってもいませんでした。時間も忘れて撮ることができました。いつかは先生みたいな素晴らしい写真が撮ってみたいと思いますありがとうございました。今日は皆さんお疲れ様でした。実際スタジオでの教室だけよりも、こうしてできる限り一緒に撮りながら歩きながら実践っていう形がすごくやっぱり大切だなっていうことを僕自身改めて痛感いたしましたので、今後またこういった企画をどんどん考えていけたらと思います。今日はありがとうございました。で最後は、みんなでランチをしてもらって終わりというような、こんな企画でね、今回はさせていただきました。はい、皆さんね、お食事も美味しかったということで、ちょうどこの日からあれですね、前の日からか、はい、黒おはぎ膳が始まってたので、黒おはぎ膳と、それから食後にはですね、小粒黒豆茶も
はい、楽しんでいただいて、おいしいおいしいって言って喜んでいただいたんですけど、まあ、第1回目だったんですけど、次回はまあ5月の下旬ぐらいにやろうということで高瀬さんと話をしてますので、ちょっと興味のある方はね、うちのお店の方へで受け付けてますので、またお電話していただきたいなと思います。はい、対象はですね、やっぱり少人数でやりたいということで、やっぱり高瀬さんが指導するのにはやっぱ4人ぐらいがちょうどいいらしいんですよ。今回3名だったんですけど、で4人ぐらいで、まあ、動いていかないとなかなか目配り気配りもできないということなので、次回も4名の方限定で、させていただこうかなと思ってますので、興味ある方はこちらの方までご連絡をくださいね。はい、これちょっとやってる際のちょっとシーンを私の写真でも押さえてるんですけど、はい、皆さん真剣に、高瀬さんも真剣に考えてますけど最後ちょっと記念写真にちょっと撮ったんですけどね、いい感じですよね、みんなね。はい、でやっぱりね、なかなかここの三味線横丁とかね、この松原通りなんかの雰囲気もよくって、外からも撮れるし、また中でも撮れるっていうのがね、すごい良かったというふうに言っていただいてたので、まあ、どしどしこういう企画を、まあ、やることによって、例えば市外からね、倉敷岡山から来た方が、新見っていいなという、そのファインダー越しに新たな発見ができたり、でまたそういう写真を撮っていただくことで、お友達とかね、またご自身のフェイスブックなんかとかホームページブログなんかに載っけていただくと、まあ、新見ってこんないいところあるのかということで、また広がっていきますので、ね、こういったことを通じてまたこの新見市の、町の魅力を伝えていきたいなというふうに高瀬さんとも話をしておりますので、皆さん本当に参加してください。たださっき言いましたように女性に限ります。カメラ女子のための御殿町写真教室ということなので、まあ、最近カメラを始められた女性の方多いと思いますので、年齢制限はないのでね、若い方からお年を召した方まで、別にどんな方でも、女性であれば、はい、構いませんので、またお一人から参加もできますので、こちらの方にご連絡の方をお願いしたいと思います。で坂本さんもカメラを最近始めたんですけど、はい、まあね、お店があったんで参加できなかったけど、はい、興味ありますよね。そうですね、なんかこのみんなで撮るっていうのが、こうどんなの撮ったのっていう、お互いにこうちょっと見せ合ってるような、こう、うん、映像ありましたけど、そうです、みんな見せ合いっこしてね、それも刺激になるみたいですね。はい、で、そういう写真を撮った後はうちの方で美味しいものを食べて、まあ、一日楽しんでね帰っていただければと思うので、うん、まあ、大体午前中にこの写真教室やって、でランチをやってお開きなんですけど、その後また自由にね、また先生から聞いたのを生かして、またいろいろ町の写真を撮ってから帰っていただければなと思いますの で、うん、でちょうど先生が好評というか、写真をこのレクチャーしてる、帰ってきてからその間にまたうちの方でお茶とスイーツをお出したりしてるんでね、うん、結構なんかお得な、はい、ツアーというかにもなってますので、はいはい、またFacebook とか、まあ、いろんなもので次回日程が決まりましたらご案内の方をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で続いての話題なんですけど、同じ4日の土曜日なんですけど、ベッキオ・バンビーノが国にもね、はい、来ましたので、ちょっとベッキオ・バンビーノの御殿町に来たという話題の方をお伝えしたいと思います。じゃあちょっと VTR の方からいきますね。はい、ベッキオ・バンビーノ2015ニミ御殿町ということで、これちょうどそうです、田原さんとかの前ですね、佐々木文章堂さんの前のコーナーのところでカメラを置いてですね、撮ってるところなんですけど、13時20分に千谷温泉を出発して、この時40分過ぎぐらいには、まあ、一番最初の車がですね、もう新見の御殿町に入ってきました。13時20分ごとになってるけど、もっと早かったと思うんですよね。ごめんなさい、そうですね、13時20分千谷温泉発になってるんですけど、もうちょっと早かったのかなとも思いますが、全車両をですね
今流してます。6分ぐらいかかるんですけど、すごいですね。 全車両ですよ。もうスーパーカーからもうクラシックカーから、通ったやつを全部編集でつないでるんですけど、このやっぱりあの商店街に合いますね、このクラシックカーがね。うーん、そうですね、レトロな雰囲気が。そう、佐々木さんのところご夫妻がほらこれで手振ったりしてありがとうとか言ってるのは、佐々木さんあのご夫妻があの写真撮ったりとか手振ってるからね、皆さんねありがとうとか言いながらね、でね、パカ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 ね、ちょっと音がして皆さん耳障りだと思うんですけど、実はあのカメラは自動で、録画しながらですね、横で僕が一眼レフのシャッターをですね切ってるんで、モータードライブの音があのバタ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 してます、すいませんちょっとねノイズがしてて、あの野太いこの排気音がねちょっといい感じに聞こえてないので申し訳ないんですけど、でも毎年ねこういう風にね人間の街に来ていただいてね、やっぱりいいですね。あのこれはこれで見る人がねどんどん集まってきててね、この時間とかね。でここを過ぎてあのしばらく行ったところ、しばらく行くともう200メーターぐらいか、御殿町センターがあって、そこにあのそこはチェックポイントになっててね、観光業界 の女性2人がですね、あの粗品を渡して、あの勝丸さんのほらおかき渡したりとか、そこでまたあのアナウンスの読み上げがあって通過車両の紹介があるというイベントがちょうどこの先で行われてるんですけど、そこで去年は撮ったんですけども、新聞社の人からほらテレビの人からヤジ馬からってすごい人だかりなんで、でここで撮ったんですよ。ここだったらまあ邪魔するものがないので綺麗に撮れるので、まあ、この辺はですね、これはポルシェですね。これはまたちょっとクラシックか、高級車ですよ。イギリスのロールスロイスのシルバーシャドウですね。あ、手振ってくれてますね。ありがとう。いや、よかったですね。やっぱりこれだけの車がね、次から次に乗るっていうか、珍しい車もありますしね。この車なんか可愛いでしょ。これはトライアンフ。イタリアかな。これアルファロールですね。こういうちょっと古い車から、ものすごい古い車から新しい車、これ、カウンタックかな、ランボルギーニカウンタック。これはあのちょっとごめんなさい、あの普通の車は切ってますこれは何だろう、ジャガーかな。これはシルビーコブラですね。ちょうどここの通りが一方通行なんで。そうなんですよ。はい、どんどん入ってくる。ここで待ち構えとけばね、全部取れるので、はい、だから全車両を紹介します。これはあ、これは僕大好きなんですよ、ね、ロータスヨーロッパっていうの。赤いのですか。そうこれはスーパーセブンですね。さっき言ったのトランアンプだったかな。この辺はフェラーリのかな、フェラーリですね。フェラーリですね。いろんな車がね通るからね。これストレート。あ、これはねホンダのね S600 です。日本の古い車走ってるし。これは全部で何台ぐらい参加してたんですか。あのねカタログがあるんですけどね、どうもね全部じゃないんですよ、このエントリーした車が。でエントリーはねなんか80台ぐらいあるんですけど、80台はちょっと切れてるみたいなんですよね。あの片方乗ってるけど出会ってない車がいるんで、まあ道間違えてここに来てないという可能性もあるんですけどあ、まあ都合で、これはPLDZですね。この日はダメだった車もあるのかもしれないか、もしくはちょっと道を間違えてこっちに入ってきてない車も多分見るんだと思うんですけど、一応エントリーは80台ですね。これがトヨタ 2000GT ですね。僕のちっちゃい車です、ね、これがマセラっていうかな。この辺はちょっと新しいですね。
これまたこれフルゾーン見えるでしょ、トヨタクラシックって言って、ね、これはあの新しいんですよ実は、クラシック風、クラシックカー風のトヨタが作ってると思います、ね、これは古いですよ、これは、3番は今のやつは古い、古いです、ね、はい、ここで終わりました。はい、はい、ということでたっぷり見ていただきました。いいですねやっぱりね欲しいなと言いながら絶対買えないんですけども、すごい高い車ばっかりなのちょっと静止画の方でも、はい、ね、この街にねこういうの合うんですよ、またレッカーがね。7番の車、お天気も良かったですしね、うん、7番の車がね、これがベントレー、かっこいいですね。これが3番の車、これは MG ですね。いいですよね、こういう高いんですよこういう車。うーん、中もねどんどん走っていきました。ちょっとこの辺はだからバシャバシャ撮った中でね、はい、見せてますけど、これロータスヨロ、さっき僕が大好きだった車ですね。これだけちょっと3枚後ろまで見せちゃいますけどトヨタ2000ね、はい、よかったですね。毎年これ楽しみなんですよで、去年はまあまあ雨降らなくて、今年も雨降らなかったんですよね。一昨年は、一昨年とかその前は新見通過の時は雨だったらしいんですよ。新見を通過する時はみんないつも雨なんだとか言って言われてましたけど、去年と今年はね、なんと雨が降ってないんですよ。僕らが撮ってる時は降ってない勝手に雨男返上したのかなと、 いやまあ分かんないですけどね、はい、天気も良かったね、なんとか持って良かったです、はい、いっぱい楽しみましたでさっきのね VTR 中でね、子供の声がねしてたと思うんですけどね、横で見てたね小学校の男の子がね、すごいね車のことが詳しくってね、古い車も、もう何が来たとか言ってね言うんですよ。好きなんですね、すごいんですよ、このカタログも見ずにね、やっぱり男の子が好きなんだなと思いますね。そういう少年がまた大きくなって、こうやって少年に夢を見せてあげる人になるのかな。ベッキオバンビーノって少年の心を持った大人の楽しみというかね、うん、なんですよね、うん、でもね趣味としてはすごいですよ。もうなんかもう何千万で聞かないようなね車も走ってますからね、うん、もう家がもう2軒ぐらい建つような車もね、うん、家が走ってるようなね値段だけ言うとね、そんな感じですから、ああよかったです、はい、ということで4月の4日土曜日はうちのお店でもイベント狩りで、うん、また一月送りのひな祭りということでね、うん、たくさんの方が歩かれてて、またベッキオバンビーノ狩りということで、うん、先週の土曜日は結構にぎわいましたねこの辺はね。そうですね、はい、私はちょっとベッキオバンビーノ見に行けなかったんですけど、お店からその松原通りまでですね、何メートルぐらいですかね、離れてるんですけど地響きがするんです、エンジンの音が。いや松原通りは店の前で、ああごめんなさい、ゴテマセンターね、そう、うん、の前の通りまでですね、離れて、はいているんですけど、うん、来た来たっていう、うん、音はね、何かが来ているっていう、そういうちょっとそういう楽しみをしてました。はい、はい、それから昨日のことになるんですが、うちの方で内蔵ギャラリー展が始まりました。加藤萌さんの漆の形展ということで、昨日4月9日からごめんなさい、これ1が消えてる、5月1日じゃないんですよ、5月11日です。なんで1が消えたんだろう、5月11の間違いなんですいませんね。ゴールデンウィーク明けの5月の11日までの会議で、加藤萌さんの漆の形展というのをやってます。で、こんな感じなんですけどね、加藤萌さんの漆の作品を持ってきていただいてるんですけど、新見市内では初めての展示ということなんですが、今ね、彼女の方は東京の方でも展示会をしているということで、なんか3つ掛け持ちだったらしいんですよ。1つ終わって東京で2つ走ってて、
一つが終わってまだ一つが会期中 で持ってきていただいたんで、ちょっと作品数がね少ないんですけど、まあ、あの加藤萌さん の作品というか、ちょっと新聞とかそういうので見た方はいらっしゃるかもわからないんですけど、生で見れるね数少ないチャンスなので、ぜひあの来ていただきたいなと思います。で、あのこの狼かな、あの彼女の奥にあるやつと、そのウサギと、ウサギも何体もあったらしいんですけど、この一体だけがちょっと今は来てます。でその他の、あの漆器ですね、器だったりとか、そういうものもありますし、基本はこれ乾漆というらしいですね、あの、うん、全部あの漆で、まあ、できた作品なんですけど、その辺あの持ってきていただいてます。で右の方にちょっとあの切れてるんですけど、作品帳があるんですよね、今までの彼女のね。これもまあこれはあのいろいろ写真なんですけど、これも見れますので、来てください。で昨日はセッティング中に、CATV さんとか新聞さんが来て取材をねされてましたので、うん、iチャンネルであのもう紹介もされてますし、新聞の方にもまた載ると思いますので、皆さんうちの方に来てくださいねということで、で来週のゲストが加藤萌さん、はい、ここに来ていただいて、さっきはあのちょっとあの作品のディスプレイ、全体を見ていただいたんですけど、あの一点一点ね、紹介をして、これをまあどういうふうにあの作ったんですかというようなことの解説の方を来週この場でねしていただきたいと思いますので、それをまたこの放送を見てから、作品を見ていただくと、あ加藤さんが説明してたのはこういうところかっていうのがまた詳しく分かると思うので、ね、うん、あの読んでます、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、で最後にですね、この写真を見ていただこうと思って、これ僕が頑張って撮ったあの城山の夜桜です、うん、はい、先週ですけど、ちょうどね曇りだったんですけど風のない日に前の高橋川に写った写真が撮れたので、これフェイスブックに載っけるとあの結構ね皆さんいいねをくださったんですけど、綺麗に撮れました、はい、ちょうど夜桜の写真が撮れたということで、ちょっとこれを見ていただきましたということで、今日用意したネタはこのぐらいなんですけど、はい、あれもうこれで6時半来るかなと思ったらまだ少々時間があるんですけど、どうしましょうかねあの高瀬さん の,、うん、あのフォトループさんの写真教室は、はい、私も行きたかったんですけど、皆さんのお昼の準備なんかもしたりとかしてて行けなかったんですけど、うん、帰ってこられてからですね、あのここをこうした方が、ね、いいように撮れそうでしょみたいなことを言われてたのを覗きたかったけど、うん、ちょっと覗けなかったんですけど参加したいな あ,、うん、あれね帰ってきてからの分を見てても多分わからないと思う。あの現場で、うん、現場でねちょっとこういうふうに撮ってみ て帰ってからこの違いを説明するからとか言ってやってたんで、うん、多分そのところだけ切り取ってもわからないと思うんですよ。だから本当ね参加するとすごい勉強になると思いますよ、うん、で高橋さんも一緒に撮ったでしょ、うん、であのよくみんなが失敗するようなやっちゃいけないことをとりあえず取っとく、正解も取っとく、で帰ってから見せますっていうんで、高橋さんもパスパス取ってるんですよ。うん、で自分が取ったやつ、それから先生が取った悪い例いい例というのを最後ずっと解説でやってたんで、うん、あいいなと思って、で僕は分からないですよ、横で取材してただけだから、うん、あれ本当に実地にあの中に入って教えてもらったらすごい勉強になるよなと思って、僕も本当参加したいなと思ったんですけど、男性だからダメですけど今度本当にカメラ男子とかどうですかね、いやあのまあ高瀬さんとの話でやっぱりいや別に女の子が好きだからって言うんじゃなくてあのやっぱりうちのお店がねどうしてもやっぱりあの女性向けのお店なんで、そこがまあ合致してるのと、それからやっぱりね男性の場合はね結構やっぱりカメラで入れ込んでる人が多いから、そうじゃなくてまあ始めたばっかりの初心者の人に
勉強してもらうというような企画なんで、だからそういう意味では坂本さんぴったりなんですよ。最近始めたばっかりで、ね、女子でってそうですね、うん、だからまああのね、そう、あの男性のためのというのはまたちょっと隠し玉をねまた別にね仕込もうとしてるんで、あ、うちの、うちのなんかランチ企画は女性専用、はいはいはい、でまたあの男性向けの企画はまた御殿町の写真教室というのはちょっとまだ考えようかなという話は2人でしてますね、はい、まあ、そこはあのじゃあ、こうご期待という感じで、うん、そこは心配しないように、まあ、とりあえずこの企画はあのカメラ女子のためのという、はいはい、スイーツが食べれますよ、それからあのうちで美味しいランチができますよっていう、はい、まあ、女子会に利用してもらってもいいですけどね、あのカメラ好き の友達で申し込んでもらってもいいですし、うん、まあ、そういう企画ですから、そうですね、この写真教室そうですね、はい、いうことで、はい、やっていきたいなと思っております、うんうんうん、で他には他なかったらもう閉めるよないことはないんですけど、ちょっとじゃあお花の教室のことを、うんうん、そうだ、お話ししたい、素材をちょっと用意できてないけど、はい、はい、いいです、あの、うん、毎月やってるアートフラワー講座、またですね、うん、今月も18日の、土曜日に、午前の部が10時半からと午後の部2時からなんですけれども開催しますので、今回はですね、春の和花を、生け花のような、はい、ちょっとあの落ち着いたアレンジをあの大隅先生が考えてくださっていますので、木蓮でしたっけ、木蓮です ね4月5月春の花を、うん、あの使っています。で、まあ、参加料が3000円ということで、あのそうです、開催しますので、先月は3100円だったんですけど、うちの方で勉強して3000円機会にしたんですね。そうですね、はい、これから、はい、利用しやすいように、はいはいはい、なのであの、まあ、先生と楽しくお話をしてお茶もして、で作品も一生懸命作ってという充実した時間が過ごせると思うので、うん、ぜひ皆さん参加してください。申し込みお待ちしております、はい、うちの方に電話をするか、はい、ホームページの方で、はいはい、エントリーができますので、はい、ホームページからの申し込みでも結構ですので、ね、はい、よろしくお願いします、はい、といってここに電話番号は出てませんけど、はいはいはい、あの電話番号はお間違いのないようにホームページの方を見てかけてください、はいはい、その辺ですかね、はい、もういいですか、はい、ということで、そろそろお時間となってきましたので、今日はこの辺でお別れいたします。で来週はあの加藤萌さんがゲストで出ていただきますので、ね、また来週の方も楽しみになさってください。それでは失礼します。さようなら。御殿町新見にはどこか懐かしい、ふるさとに帰ったようなぬくもりと時間が流れています。新名物、醤油だれの和そばの焼きそば。お抹茶とぜんざいの茶寮御殿町新見。